外傷場とは外的要因により、はや、刺繍組織に発生する損傷の総称。高組織の損傷である、破折性のものと、難組織の損傷である、脱臼性のものに対別されるが、両方が同時に発生していることも多い。外傷場の分類として統一された指針は、まだないが、エリス、デービン、アンデリアシン、ヒエタラによる分類や、 日本小児歯科学会が行った調査結果による分類法などが知られる。入試においては1歳6ヶ月から2歳6ヶ月、A 級場においては7から9歳の時期が多い。男女比は年齢によって異なるが、男性の方が多いが、女性のスポーツなどの参加の活発化に伴い、女性の割合が増加してきている。部位は、上学中接種が80%を占め、残りも大部分が、 他の摂取である。問診、失診、触診、温度診、歯髄電気診、レントゲン CT、コーンビーム CT 等の X 線検査、高校内写真検査等により状態、治療法を検討する。外傷の種類、範囲により、治療方法は大きく変わるが、素早く処置を行うことにより、より保存的な経過が可能な場合もある。特に歯の脱離の場合、 歯根部分の歯根膜の生死で再食後の生存率が変わるため、受傷後ただちに脱離した歯を保存液、牛乳、口腔内などで保存し、歯科医師の治療を受ける必要がある。スポーツでの外傷歯の発生を防ぐのに、マウスピースの有効性が知られており、接触の多いスポーツの一部では、その装着が義務化あるいは一部義務化されているほか、 多くのスポーツで使用が推奨されている。外傷場などの高校外科的損傷で歯科を受診した子供の中には虐待が原因で発生したと思われる症例が存在する。歯科高校外科を受診した小児外傷の救急患者のうち受傷状況に不自然な点がある患者と繰り返し受傷患者が12.5%存在したとの報告もある。 月星、P10AB 久保山、本川、P156 大東、加藤、ピアニッシモ、299から 301AB、大東、加藤、P294AB かつ月星、ピアニッシモ、13から25大東、加藤、ピアニッシモ、297から299、月星、P154 月星、 P155 続きほか、ハットエビ岩原ほか。ありがとうございます。